皆さんこんにちは。今回は、半年ほど前に取り上げたドラえもんの画像に関して、少しだけ続報があるので紹介します。この件について気になっている方がどれだけいるのかわかりませんが、個人的に気になるので取り上げさせていただきます。半年ほど前にこのような動画をアップしました。スネ夫が自慢話をするときに流れている曲、という有名な動画に使用されている一枚の画像に関しての動画です。マーライオンの背景をバックに、ドラえもんたちがタケコプターで飛んでいる、一見普通の画像で、有名な動画で使用されていることから、多くの人が目にしているのですが、誰もこの画像の出どころがわからないというのです。作画的に古い時代のドラえもんなので、誰も覚えていないだけで、調べればすぐに出てくると思ったのですが、この画像がどこからやってきたのか、真相はわからないままでした。この件がツイッターでも騒動になり、多くの人が捜索をしていたようなのですが、未だに見つかっておりません。で、この画像についての情報が全くないというわけではなく、韓国の公式サイトのロゴが入ったものが出回っていることが判明しています。ですので、韓国の公式サイトで配布されていた壁紙が出どころだという推測がありましたが、このサイトはもともと別のグッズなどで使用されていた画像を、流用しているだけで、出どころではない可能性が高いと言われており、やはり日本のグッズなどで使われていたのではないか、と推測されています。しかし、この画像が一体何のグッズで使用されたものなのかは分かっておらず、他にも似たような構図の画像は、ハガキソフトに収録されていることから、ハガキソフトも捜索されました。1と2がありましたが前回の動画では、ハガキソフトにのみしか検証されておらず、1に入っている可能性があると、紹介して終わったかと思います。で、あれから真相もわからず進展もありませんでしたが、今でも捜索を続けている方がいらっしゃるようで、少しですが進展がありましたので紹介させていただきます。この話を覚えている方はいらっしゃいましたか？これだけ有名なアニメでも、出どころが見つからないというのはちょっと不思議な話ですよね。この件について、あれから情報をいくつかもらっているので、それについて紹介します。前回の動画では、韓国のニュースサイトにこの画像が使用されており、元は韓国のドラえもん公式サイトで配布されたものではないかと、紹介しましたが、肝心の画像が公式サイトから見つかりませんでした。で、その後に韓国の公式サイトで見つけたという情報をいただいておりまして、アーカイブにも載っていました。この画像の URL を見た限りだと2009年7月7日に掲載されたものだと思われ、ニュースサイトに使われるよりも後のものです。韓国のニュースサイトは、同じく韓国のドラえもんの公式サイトからこの画像を流用したのかと思ったのですが、韓国のニュースサイトは、別のところからこの画像を入手し、使用していたことがわかります。おそらく日本の公式側から入手した可能性がありますね。真相に近づくような情報ではないですが、やはり少なくとも韓国のサイトは関係がないと思われます。で、コメント欄に実際に見たという方がいらっしゃいまして、保健室に同じイラストのカレンダーが貼られていたそうです。マーライオンが印象的だったそうで、記憶違いである可能性は低いかもしれません。30年ほど前に見たということで、1990年代に販売していたカレンダーだと思われ、この方が目撃した年代的に1992年から1996年のポスターである可能性が高いです。また、カレンダーは月めくりではなく、1年分が1枚になっていたものだそうです。ドラえもんのカレンダーというと、月めくりの商品が多く90年代であっても、ほぼ月めくりのものしか見つかりません。1994年のカレンダーが2ヶ月ごとのカレンダーになっているようで、さらにイラストは旅行系のものが使用されていました。これが怪しいかなと思ったのですが、雑ブロ掲示板に書かれていた情報によれば、1994年のカレンダーにはなかったとのことです。
また、冒頭にお話しした、未検証のハガキカレンダー1についてですが、これも実際に購入して検証した方がおられまして、残念ながら入っていなかったとのことでした。ということで、手がかりはなくなってしまいました。現状、可能性として残っているのは1994年を除く、1992年から1996年に販売されていたカレンダーです。しかし、証言にあるような12ヶ月が1ページに掲載されているカレンダーが私がネットで調べた限りだと見つからないですね。この手の古いグッズは、オークションなどに出品されていないと情報がほぼないので、見つからないので存在しない、ということにはならないのですが、検証が難しい状態になっていますね。逆に考えれば、12ヶ月分が1ページに書かれたカレンダーの商品はそこまで多くのバリエーションがないと思われ、もし見つかれば、この画像がすぐに見つかる可能性は高いかもしれません。こちら最後の情報になりますが、実は同じポーズのドラえもんの製品が見つかっておりまして、このワッペンです。ご覧の通り、この画像のドラえもんと全く同じもので、おそらく制作会社はこのドラえもんを、マーライオンの背景と合成してあのイラストを作ったと思われます。単にこのドラえもんが貼られただけだと考えると、劇場版などのイラストではなく、グッズ関連の画像だった可能性があるかもしれません。書き込みにもある通り、イラストの使い回しで結構な手抜きといえば手抜きなので、劇場版のポスターなどのイラストに使われているとは、考えにくく、ワッペンに使われているように、グッズ関連のものではないかなと思います。ですので、証言にあったようにカレンダーに使われていたというのも、あり得るのではないかなと思います。現状としては、12ヶ月分が1ページにまとめられたドラえもんのカレンダーを探すのが、この画像を見つける手がかりになります。もし、古いドラえもんのカレンダー、特に1990年代のものをお持ちの方がいらっしゃいましたら、コメントいただけると嬉しいです。以上、ドラえもんの謎の画像に関する続報でした。出どころはわかっていないものの、だいぶ真相に近くなっていると思います。私も引き続き探してみますので、もし何か続報がありましたら動画化したいと思います。いかがでしたでしょうか？前に動画にした時は Twitter で話題になっていたようですが、今も探されている方はいらっしゃいます。なんとか見つかってほしいと思うのですが、古いグッズに一度だけ使われたイラストとなると難しいかもしれません。